明治宮殿は、かつて宮城に存在した建物で、明治時代から第二次世界大戦末期まで、皇室の中心的施設であった。和田英作が、憲法発布式1868年から1869年に行われた東京テントによって、旧江戸城西の丸御殿が皇居となったが、1873年の失火により、西の丸御殿は消失した。 直ちに、新宮殿造営が政府により上層されたものの、西南戦争の戦費等の財政負担も大きく、国内整備が先決との明治天皇の意向により、新宮殿造営は見送られた。このため、旧期州藩江戸藩邸であった青山御所が仮皇居となった。しかし、青山御所では儀式天礼に支障を来すようになったため、ようやく宮殿造営が直居された。 新しい宮殿は旧江戸城塞の丸に建設されることとなり、1888年10月7日に落成した。当初は除イやコンドルの設計による石造りの建築として計画されたが、区内省匠寮との圧力や予算の関係で京都御所を模した和風の外観に椅子やシャンデリアのある洋風の内装という和洋折衷の様式の木造建築となった。 明治宮殿では、天皇が日常の政務を行う、御座所や儀式の場である聖殿、法王の間、豊明殿などの表宮殿と山里丸に建てられた天皇の御所である奥宮殿が接続して一つの建物を構成していた。また、区内象徴者も新築となり、宮殿とは渡り、廊下によって続いていた。落成翌年の1889年の第2本。 帝国憲法発布式は、この明治宮殿聖殿で行われた。第二次世界大戦末期の1945年5月25日の空襲で桜田堀沿いにあった参謀本部が爆撃され炎上した際、火の子により明治宮殿に累承し全焼した。宮殿の消火作業に当たった、警視庁の特別消防隊19名が殉職したものの昭和天皇らは、 吹上御園内の御分庫に避難しており無事だった。宮殿消失の翌日、その焼け跡を見回った昭和天皇が、同行の経営局長健卓宮玉のお詫びに対して、戦争のためだからやむを得ない、それよりも多数の犠牲者を出し、気の毒だった。残念だったなぁと述べた。明治宮殿が焼失してから戦後になって、吹上御所及び新宮殿が、 新たに造営されるまで、天皇は御文庫を仮の御所と宿内庁、庁舎三階を仮の宮殿とした。戦後しばらくの間、消失した宮殿の再建は行われなかった。この理由について、昭和天皇の自従庁を務めた入江今正は、自らの著書で、お神は戦争終了後、国民が戦災のために住む家もなく、暮らしもままならぬ時に、 新しい宮殿を作ることはできぬと、戦災からの復興とそれに伴う国民生活の向上を最優先とすべしという考えから空襲で消失した宮殿などの再建に待ったをかけていた胸のことを記している。明治宮殿の跡地には1968年に現在の宮殿が建設された。2019年10月18日発売の天皇陛下古即位記念日っては、 失われた明治宮殿の正殿の天井の絵柄と正面玉座上部の鈍調の絵柄がレイアウトされている。古文庫は鉄筋コンクリート造りの堅固な建物で東京への空襲が激しくなってからは天皇はここに避難していた。第126代天皇特人皇室の名品日本経済新聞社2013年11月9日号 P23 ありがとうございます。